おしゃれまいごさん、いらっしゃい。今日はユニクロの CM にある今田美桜さんや深田恭子さんが着ている洋服をそのまま大人が着たらどうなるかっていうのをお伝えしていきたいと思います。シンプルなニットにジーンズ合わせたシーンがあって、ピアノを弾いたり、ちょっとなんか日常の世界がひわーっとした感じで、大人の女性もこれ欲しいなっていう感じなので、今回ちょっと本当にこれっていけてる、大丈夫、私たちが着てもっていうところで実験してみました。してみました。どうです、これ？やっぱりさすがエクストラファインのなので、まあ、すごい着心地がいい感じですね。サイズは L を着てるんですけど、164センチなので L サイズちょうどいいかなって気がします。 M でも多分大丈夫だとは思うんですが、それだとちょっとお腹側周りとかピチピチしそうなので、これでいいんじゃないかなって言って、結構好きで。他のメンバーなんですが、まずは170センチの吉田ですね。吉田もトップスは全く問題ないですね。ただボトムスですね。ボトムスがこれじゃ短いですよね。どう見てもツンツルテンっていうか、はい。次に標準体型の158センチのえのきいってみました。えのきはもう上下ともバッチリな感じですね。もう本当に見本のような形で綺麗に着てると思います。ただやっぱりシンプルなので、大人がここまでシンプルだとちょっと町内会のお手伝いみたいな雰囲気はちょっと否めないので、もう一工夫か二工夫してその人らしさを出した方がいいのかもしれないです。次は大人体型代表チームですね。まずは160センチ60キロの原田です。お肉拾いまくっちゃってる感じ。 L サイズだとちょっと辛いかなっていう気はしますね。もうボンレスハム状態なのがもう見て取れるので、これはちょっとないかなと思います。次に大人体型代表加藤です。152センチの加藤ですが、ちょっと残念なことにこのままでは NG でした。ということで、それぞれが、まあ、そんなに変でもないけどすごくいいっていう感じでもないっていう感じで、正直なところめちゃめちゃいいっていう感じでもなく、まあ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 って感じですね。まあ結局上下もシンプルなので、なかなかしっくりって、よっぽど深キョンみたいに素材が良くないと、もうお顔も綺麗、スタイルもいいみたいな状態じゃないと、やっぱりちょっとそれだけっていうのはちょっと厳しいんですよね。で、じゃあどうすればいいかなんですが、自分らしくトッピングするっていうパターンですね。で、今回ちょっとやってみました。ご覧ください。吉田ですね。トップスを生かして下をワイドのジーンズにしてみました。同じユニクロのワイドパンツなんですが、これだともうバッチリ綺麗ですよね。やっぱり足の形がそのまま出るスキニーは、大人の場合は体型が崩れてくるので、できたら避けたいっていうところなので、これだったらもうバッチリだと思います。次に158センチのえのきがトップスを生かして、ボトムスは白いパンツにしてみました。青がより爽やかなイメージになるので、軽やかな感じになったと思います。じゃあそのスキニーなんですけど、生かしながら履くっていうパターンはこちらです。吉田もえのきも今年流行りのシャツオフィスタイプを着ています。これはお腹周りだとかお尻だとかしっかり隠してくれるので、大人が日常的に着てバッチリだと思います。この場合だとスパッツ的な形でそのまま着ればいいっていう、もう覆い隠してくれるので、これは動きやすくていいんじゃないかなと思います。そして大人体型代表原田もそうですね。トップスを今流行りのロングカーディガン、こうするとこじゃれてる人っていう風になるので、おすすめだと思います。152センチの加藤なんですが、トップスはちょっと厳しいんですが、ボトムスを生かして上を変えるとこんな風に可愛くなります。ふわっとしてお腹もお尻も隠れるっていう丈のものを選ぶと、ちょっと可愛らしい印象になるのでいいんじゃないかなと思います。やっぱり個性があるように、体型も年齢も様々なので、それぞれの好み
みやその特性に合わせていろいろコーデを変えていくっていうのが一番いいかなと思います。でやっぱりそのまんまっていうのはちょっと辛いのでっていう感じですね。でそのためにハズレがないのはトップスはとにかく長いもので、これを生かすんだったら割と太めのあのボトムスパンツなりはちょっと太いっていう方がバランスが取れると思います。はい、ということで今日もお伝えしてきました。だから個人的にね今回なんですけどパンツめちゃめちゃいいですちょっとねはっきり言ってびっくりしたって。足の形を拾うので、もうちょっと避けてたんですが、私ちょっと結構大脚なので、こういうスキニー系のパンツでもう極力ダメと思ったから、もうすごいスタイル悪いって感じですけど、これ、ね、履きやすいので、もうそういうそんなこと言ってないんですけど、結構これでいいんじゃないかなって、ちょっと床拭いたりとかぴったりだなって、もうなんか改めて発見してない。ということで、今日も本当にありがとうございました。皆さんの参考になれば、ちょっとでも嬉しいです。今日も皆さん、素敵な一日をお過ごしください。はい、それでは。